こんにちは、速稼塾の久保です。 FX の基礎講座についてちょっとご質問いただいたんでね、メールを読みながら回答していこうと思います。久保さんこんにちは。案内の YouTube 内容を確認いたしました。速稼塾に入っている方向けの講座だったようですね。まあそうとも限らないんですけどもね。今年の春先に入っていればよかったと少し後悔している次第です。外部の私が講座を受けるには FX の講座ですね、やはり35万の講座料を用意するしか方法はございませんでしょうか。そんなことはないです。そもそも35万円の販売はインフォトップなどそういったね販売所を通じていきますので、まだねそこまで出してませんので、今のところね会員向けの案内しかしてないんですよ。すいません。でこれを機会に速稼塾に入ることはできるのでしょうか。もちろん入ることはできます。速稼塾はご案内は年に1回なんですけども、1年中いつでも入れます。しかも1回速稼塾に参加していただくと、分割払いもね当然ありますし、一括じゃないといけないってこともないですし、頭金さえね3万円だけ払っていただければ、あとは30年間のうち儲かった時とか価値を感じた時にご自身のペースで払っていただければいいので、もしね、無理だなと思って、これは3万円ぐらいの価値しかないなと思ったら、私は請求しませんので、いつまでたっても払わないっていうのも OK です。でそうですね、速稼塾はだから今入ってくださっても全然構いませんよ。頭金最低だと3万円でしょ。それから速稼塾塾生さんで満額お支払いになってない方は29,800円ですね。で満額払った方は5000円になるということなんで、30万全部払うとプラス5000円で FX の基礎講座もお送りすることができます。で、満額30万円まで達してない方は29,800円ということですんで、その辺もね、いろいろと考えながら決めていただければと思いますね。はい、その場合も一括支払いとなりますか。あ、ですので一括支払い、速稼塾が一括支払いっていうのはねやろうかなとは思ってたんですよ。でも結局やめましたんで、頭金だけ、払っていただければね、あとは残りの27万円はご自身の計画のまんま決めていただければ OK です。30年間お待ちします。でこの講座はすごいチャンスと捉えてますので、何としても入りたいという気持ちでいます。何かご案内があるでしたらご返答いただけたらと思います。ということで返信できましたかね。十分ね。で確かに私思うに、こういうふうな基礎をねずっとやってくれるところってのはなかなか見つからなくて、例えば FX のコンサルって入ると、もうなんかねいきなりチャートを見てエントリーのことを教えてもらうんですけども、その時点でもうね基礎のいろんな用語とか理屈が入ってないとちんぷんかんぷんなんですよ。実はこれ私がね速稼塾をやりながら与沢さんの GWBS っていうのに入った時に、まるで FX の知識がなかったんで、解説を見ていても聞いていてもちんぷんかんぷんだったっていうところから、私がもしね、その時ですよ、2017年に自分がもし FX の力がついたら、この基礎を一緒に付き合っていくところ、基礎をいっぱいね、小学生1年生2年生3年生九九を覚えて、筆算を覚えて暗算を覚えるような、そういうペースでやっていこうかなと思っていたのを今回、実現させていただいたということです。まあ、ですんでね、中級編っていうのがあります。この基礎講座が終わったら中級編、中級編っていうのはちょっと難しいと思います。それはチャートを見て実際にフォーメーションを当てはめていったりとかね、それからいろんなチャート軸足こういったものを見ながら解説していくからですね。で中級編では取引の方も実際に皆さんと一緒に考えていきたいんで、私のアカウントとかもね、もっともっと見せていこうかなと思っております。もしね中級編に行く人が出ればですよ、初級編で挫折したりサボったりする人ばかりだったら中級編がそのもの開催されませんので、今回のお申し込みいただいた方の中で基礎をしっかりと固めて中級編に、アップグレードする、いわゆるね中学に進むって言ったらね失礼かもしれませんけども、そういった気持ちで次の段階にちゃんとね落第せずに進める方が多かったら中級編が実現しますんで、そういう風にね考えていただければと思います。そして上級編なんですけども、上級編は私が力量がないんでさすがにできませんすいません。上級編っていうとね、私はちょっと無理ですね。その際は、高額になるかもしれませんけども、もっと別のね、コンサル塾とか中村トレーダーの塾とか、与沢さんも募集しないと思いますけども、相場志郎さんみたいなね名のある方のを探していただければと思いますけども、でもね中級編まで行ったらあとは自分で見つけていけると思いますよ。私もそういう風にしてますんで、中級編、まあ私は今ね中級編の上ぐらいだなと自分で思ってるんですけども、ただね、こっからは自分の戦いでできると思いますんで、そういう風に考えてますね。なかなかとお話してすみませんけども、回答できたと思いますんで、以上で今回のメールの返信を終わらせていただきます。それではよろしくお願いします。